い、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はこちらのレモンのスクイーズをご紹介します。こちらは手作り輪切りレモンのスクイーズになります。それぞれ違うスポンジを使って作ったものなので、それぞれ触ってご紹介したいと思います。まずこちらですね。こちらもっちりした感じの、以前に肉まんを作った時のスポンジと同じタイプのものになります。とっても低反発で、どちらもコーティング剤を塗ってあります。最近コーティング剤を考えて作ったっていうお話をしたんですけど、それですね。で、この部屋ちょっと光が暗いんですが、本当に申し訳ないです。こんな感じで、こっちがコーティング塗っていない面、こっちがコーティングを塗った面ですね。コーティングを塗った面の方がちょっとツヤがあって、音が違います。結構頑張ってこのコーティング剤を考えたので、どうかなって思ったんですけど、触り心地が良いスクイーズができたので、頑張って研究して考えた甲斐がありましたね。はい、こんな感じです。というわけで今回はこちらの輪切りレモンのスクイーズのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。